オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour, comment allez-vous? C'est 大輔。こんにちは、アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。この時期になると今でも徒仏準備に追われていた10年前のことを思い出します。ちょうど10年前、30歳を目前にして留学を決意し、大慌てで学校の入学手続きや住居探しをしていました。学校の試験を受けた後はビザを申請するための書類の準備にあたふた。入学証明、現地の銀行口座、資金証明、語学証明、住居証明、同期書、もう記憶が定かではありませんが、最終学歴証明なども必要だったような気がします。語学証明に至っては大学のフランス語の授業の成績表、全く役に立つような成績ではありませんでしたが、を添付して、今は全然喋れませんが徒仏後すぐに語学学校に入って勉強をするため全く心配はありません、という内容を下手くそな英語で書きました。一体どこからその自信が湧いて出たのか、今となっては不思議でなりません。することが多すぎて悩んでいる暇なんて全くありませんでした。最終的にビザが降りてパスポートが自分の手に戻ってきたのは、なんとフランスへ出発する前日でした。さすがにドキドキしました。昔と今ではビザ申請の手順や必要な書類も変わっていますので、これから留学を検討しているという方は下調べをしっかりとしておきましょう。全く新しい世界に身一つで飛び出していくわけですから、不安や心配もたくさんあるかもしれません。でも一つずつ準備していけばきっとうまくいくはずです。問題に直面することもあるかもしれません。そんな時も焦らず、信頼できる人に相談して一つずつ解決していきましょう。サバリー、きっとうまくいくさ。いいこと言った。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル情報交換コミュニティで人気のテーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた、より秋代先生の回についてご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど留学準備の時のことをお話ししましたが、僕が留学中に現地の人からよく言われたことがあります。これは僕だけではなくて、一般的にアジア人はよく言われるのですが、若く見えるね。フランス人からすると
アジア人は男女問わずとても若く見えて年齢がわからないそうです。逆に僕たちからするとフランス人は若いうちからとても大人っぽくて年齢がわからないことがよくあります。何通りか言い方はありますが、今回は作る、するという意味の動詞 faire を使った若く見えるねという表現をシェアしたいと思います。さて、一体フランス語ではどのように言うでしょうか。正解は Tu fais jeune。 Tu fais jeune。 Tu fais jeune。 君という意味の認証代名詞 Tu。 作る、するという意味の動詞 Faire。 若くという意味の副詞 jeune の3語です。直訳すると君は若くするですが、 faire jeune で若く見えるという意味があります。 jeune という発音が少し難しいですが、口をがっつり縦に開いて音とえの中間のようなえという音を出します。この発音記号えはおとえがくっついているので、おとえの中間の出してくださいねという意味で、決してうえではありません。またジョンヌと発音してしまうとジョンヌ、黄色という意味になってしまうので、こちらも注意しましょう。相手が複数の場合、もしくはかしこまって言うときは Vous faites jeune と言います。年齢よりも若く見えるときに使うこの若く見えるね、 Tu fais jeune、 Vous faites jeune ですが、決して褒め言葉というわけではありません。フランスでは良い意味で年相応に見える、よく年齢を重ねるという考え方があり、年齢よりも若く見えることが必ずしもいいというわけではありません。ですから、お若いですねという褒め言葉のつもりで Tu fais jeune、 Vous faites jeune と言っても、相手が喜ぶとは限りません。多民族国家であるフランスでは、持って生まれた外見のことを話題にするということはあまりありません。美しいですねというような褒め方をすることはあっても、鼻が高いですねや目がパッチリしていていいですね、頭が小さいですねなどは褒め言葉のつもりで言っても、相手にとってはとても失礼になることがあります。日本での美の基準が必ずしもフランスでも同じというわけではありませんので、外見などを話題にするときは特に気をつけましょう。とはいえ、この Tu fais jeune、 Vous faites jeune は親しい間柄では頻繁に使います。Tu t'es fait couper les cheveux? Tu fais jeune? 髪切ってもらったの?若く見えるよ。 Avec cette casquette? Tu fais jeune? このハンチング帽をかぶったら若く見えるね。使う相手、場所に気をつけて、ぜひ使ってみてください。いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでた
くさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお送りします。今回もアンサンブルが月に1回無料で生徒様に提供している情報交換コミュニティの開催レポートをお届けします。コミュニティの人気テーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた。4月を担当されたのは秋代先生です。秋代先生は参加者の皆様の自己紹介を通して、参加された方が日頃感じているフランス語学習の壁がどれも共感できるものばかりだったそうです。文法は勉強したけれど会話が上達しない、発音や書き取りが難しい、目標がなくモチベーションが上がらない、など、秋代先生自身も参加者の皆様と同じような壁を感じられていたということで、とても親近感が湧きますよね。では、どのようにしてこれらの壁を克服されたのでしょうか。秋代先生は NHK ラジオのスキットを文法を理解した上で、徹底的に丸暗記し、暗唱されたそうです。音声を聞いて音読し、書き起こしてから暗唱する。これをひたすら繰り返されたとのこと。また、興味のある学習法はとりあえずやってみて、しばらく試されたそうです。参加者の皆様との質疑応答の中で秋代先生は、目的、目標に応じた学習方法をご提案されました。試験の面接対策としては、過去に出された問題への回答を文章にまとめておき、繰り返し音読練習し暗唱しておく。こうすることで、同じ質問ではなくても役に立つのだそうです。発音の練習では、ネイティブの音声に耳を澄ませてよく聞き、そして繰り返し練習することが大切だとお話ししてくださいました。勉強法が自分に合うか合わないかの判断に関しては、ご自身の経験上、とにかく試してみて、しばらく続けてみることが大切なのだそうです。自分に合わないものは自然に淘汰されていくとのことです。この回を通して秋代先生が、何度も繰り返し練習すること、とにかく試してみることが大切だと強く伝えられていたのが印象的でした。秋代先生はこうしてフランス語の壁を越えた。開催レポートの全文は、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルに掲載されておりますので、気になる方はぜひ、情報交換コミュニティより記事をご覧になってくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や
ポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。